皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の27日、11時20分、午前中です。まあ、8月9日が近づいてきまして、まあ、皇室の方たち、特に、加古ちゃんなどへのメッセージなんですけども、まず、オリンピック始まってどうですか？眠れてますか？巻き込まれてませんか、悠仁くんも。ちょっと、まあ、自分の顔がどうなろうと、ここは、あきこちゃんとか、かこちゃんとか、まこちゃんとか、悠仁くんとか、まあ、そういうふうな言い方で、こう、ちょっとこう、仲が、こう、悪くならないような方向性で、まあ僕は話してるつもりなんですけども、この間のなでしこジャパンの試合の時も、聞こえてきた電波の声は、悠仁くんの声で、やっぱり俺かとか、ちょっとそれも0時00過ぎての後のことだったので、いつもだったら天の神様に、まあ、世界中の人の安全をお祈りすることによって、電波でごちゃごちゃ言ってこられる音声が、止まって、まあ寝れると。で、まあそこには台風消滅だとか、まあいろんなことがあって、そういうふうな仕組みになってるんだとは思うんですけども、まあそこも、マシっていう声が聞こえてきたんですけども、ちゃんと自分で言うべきだと思いますし、そもそもホームページで公開されてますから、知っておくべきだと思いますから言います。まあ、スポーツの勝ち負け。で、まあ、先ほどもだいぶ眠気が来たので、一旦横にはなったんですけども、まあ、眠れるような状態ではなかった。眠気が来ても、寝れないんですよね。で、やっぱりまあ心当たりがあるとするのであれば、メジャーリーグの試合かなというところなんですよ。で、例えば昨日、18時から日本のプロ野球界の試合がありましたけど、まあその前に少し昼寝とかできてるんですよ。睡眠薬なしでも。で、まあうまいことこう、その時間の間を、利用して眠るというような形に、まあ、なってるんですけども、これオリンピック始まったらもう日程、今ホームページで淡井圭介の日記の一番にテレビで放送してる部分だけ記載 してるんですよ。他にも種目っていつ何か始まっていまして、7人制のラグビーだとか、もう全然知らないものですから、もう点数差見たらもう40何対、7かな、まあそれぐらいの得点差で日本は大敗したりしてるんですけども、まあ最初からまあ無理設定といえば無理設定が、全ての試合に取り組むということ自体が、まあそもそも僕一人では不可能というこのワードを言ってしまったからそうなってしまうのか、それとも電波ですでにその悠仁くんとかの声とかでやっぱり俺かとか、私も今無理とかいう、あきこちゃんの声だとか。まあ、なでしこジャパンの試合に関しても、だからまあ、自分一人で取り組むということでしか、現場に心の声で、伝えてませんでしたし、だからまあ、それが、まあ、できることかなというところで、だからまあそれをまあもちろん勝ちにはいってるんですよ。まあどの道ですから、どちらにしてもその試合に、まあこういう言い方をしてはあれですけども、関わらされる形が強制的に作られていると。で、昨日の晩なんかは、天の神様に安全のお祈りをした後、まだコンピューターがごちゃごちゃ言ってくるのが、止まらない。で、そこで僕はもうボソッと言ったんですよ。なって、開会式やでと。ええやんって。それで止まりました。
テレビ局の人たちの放送の仕方とかもかなり問題あると思うんですよ。なぜ無理やりこう夜中起こしたがるような、その開会式に関しても今までの内容を見たらエネルギーの残存量問題とかけ離れていて、その、まあ昔で言うと、まあ、北京だったと思うんですけども、ものすごい人が集まってこう太鼓を叩いてる。それが10人や20人とかじゃなくて何百人という数なんです。じゃあその太鼓みたいな、太鼓とはまあ形はちょっと違うんですが、四角い机みたいな形で、まあ、太鼓のような音が鳴るようにこう紙を貼ってると言ったらいいんですかね。太鼓ってまあ分厚い紙だとは思うんですけども、まあ現場の人はもう作らないからみたいなことを、かもしくはエネルギーの残存量問題をこっちが意識した内容が伝わっていて、もうしないみたいなことを叩いてる人が言ってるんですよね。だから開会式に関しても、まあこれは皇室の人たちに言っても、それだけで解決するような問題じゃないんですが、まあみんなある程度分かっているけども付き合わされてる状態じゃないですか。でまあその辺のところで8月9日本当に大丈夫かなと、まあ僕もそうですけども、佳子ちゃんとかどうです？なんかもう話が全部かなりこう物事がこう絶対的にこう進みにくくなる方向にこう組まれてるような気がして、仕方がないといえば仕方がないですね。だから当初パリオリンピックもうほったらかしにしておこう、寝ておこうだったんですけども、これがもう完全に強制的に付き合わされる形になっていて、まあそれで皇室の人たちも巻き込まれているのか巻き込まれていないのかというところです。で、まあ自分の動画とかで、喋ってる内容とかを開示していくことによって物事が変わっていってますので、でまあ文章のところはサイバー攻撃とかを受けて記載した文章を消されたりとかしてますので、まあ動画の方も見出しの部分とかが一部表記一文字を変えてこられたりとか、そういうこともやられたりしてますので、まあできるだけまあ本当のことをこう開示して対応しようとはしてるんですけど、まあこの間「報道ステーション」でバッハさん、 IOC オリンピック委員会の会長の方が、僕は心の声で粟井圭介です、オリンピックは、パリオリンピックまでと、心の声で投げかけると OK と。しっかりとまあ返事はしてくれてるんですけども、その映像自体が本当のところはいつの映像だったのかながあるんですよ。例えばパリオリンピックは決まる直前の頃のバッハさんにもし聞こえていたとするのであれば、まるでパリオリンピックを行うことを認めるような未来からの時間軸の声掛けになってるわけじゃないですか、向こうから聞いてる方からしたら。だから正直画面見た時にバッハさん、あれ？若く見えるなって思ったんですよ。その現状のテレビ局も、どういうふうな形で、物事が進んでいるのか、状況がさらに悪化するような形で、以前の内容とかを放送してるのか放送してないのか、まあさすがにこの間のなでしこジャパンのハーフタイムの時間帯に緊急放送で気象庁の人たちが、東北の方で、大雨による河川の氾濫等が起きている、あのニュースに関してはさすがに緊急速報ですから、そこに嘘はないと思うんです。で、まあ、昨日も昼寝をした後、それが原因なのかどうかというところで物事を考えると、やっぱりそう見えます。東北の方の雨が上がってると。
方法ですね。まあ、山形県とか。テレビの放送では、まあ、台風3号の風がこう流れてきている。で、まあ、回り方、どちら回りなのかわからないんですけども、台風が。まあ、朝鮮半島を経由して、まあ、日本の方の東北の方に流れてきてるんですけども、物理的法則から言うと、そこまで雲が流れてくる間に何日も経過してますから、海の上でも雨が降ってるはずですから、空中にそこまで水分ありませんよねっていう話になるんですよ。だから一要素だけでこう雨が降ってるわけではありませんから、それはもう今までの、空の撮影だとか気象予報でどうなってるだとか、どういうふうなことがあってどうなってるだとか、まあそういうふうなところで、はっきりと分かってることであって、だからまあ、要するに、別になでしこジャパンを今攻めてるんじゃなくて、オリンピックという大会自体がどうかという問題でもありますし、それだけじゃなくて、スポーツというもの自体が、まあ、他国との関わり合いですね、それを持つことによって、無理やり起こされてる人たちが存在してると、勝ち負けに関わらされてと。で、そこにはお金の動きがあってと。で、あとはエネルギーの残存量問題をそこで考えると、やっぱりまあ、オリンピックや万博に関する条約を一切、消して、その国にある、まあ、オリンピックに関する、まあ、スポーツ振興法とかもそうですけど、まずいらないという形に、なってきます。で、これだけ分かりきったことが、まあ、長年、できていないというのが、世の中の実態で、ただ全体的に何回もそのエネルギーの残存量問題っていうことを社会に大きく私が訴えることによって、少しずつ、まあ、流れは変わってきてる部分はあるかとは思うんです。で、その8月9日、僕、まあ、この状況だとしたら、まあ、時間が時間じゃないですか。で、その時間帯、フルーツフラワーパーク行きの、まあ、この近所から出てるバスっていうのがないんですね。もう土日、祝日だけになってるんですよ。だから、まあ、その時間帯は家から直接歩いていくか、まあ、神戸電鉄である程度途中までの駅まで行って歩くか、まあ、歩く距離もあんまり変わらないんですけど、そこからだと。だから、まあ、歩いていくような形で、まあ、到着した頃にはフラフラになって、てる。プラスその時間帯は、まあ、日程も詳しく見てみなければわからないのと、試合展開見てみなきゃわからないんですけども、メジャーリーグの試合がある時間帯ということにはなります。だからこれも途中で多分コロコロ変わってると思うんですね。もともと寝ていてもパドレスというチームは勝っていましたし、マリナーズもだいぶ5ゲーム差ぐらい一時期はつけていまして、その2つの球団もまだワールドシリーズ優勝したことないんですよ。去年はレンジャーズというチームがワールドシリーズ初優勝を果たしていて、まあ、法の下に平等っていうことを、しっかりと考えると、まあ、うまくいったんだと思います、昨年に関しては。昨日もその昼寝した後、昼寝、まあ夕方もちょっと寝て、で、まあそれが昼寝と言ったらいいんですかね。ちょっとね、僕も昨日自分の行動を事細かくチェックしてるわけではないので、18時ぐらいの頃に、まあ隣の奥田さんが、まあそこそこ大きな音で、ドアを開け閉めしたりしてるんですけども、まあ心の声で、ドアの音うるさいと、まあ、思って、18時回ってるんですけども、頭の中取られてるんですよ。寝転んでいようが何しようが。厳密に言うと、遅く聞こえてる時点で寝てないんですよ。まあ、しんどくて、まあ、起きれなくなってる状態であって、で、それは、まあ、体を回復させる状態をキープするためであって、で、ただし頭の中は行ってるんですよね。で、まあ、阪神タイガースは勝ってるんですけども、横浜 DeNA さんはホームページは IKS クリニックの一番の文章を読んでもらったら分かる通りなんです。
ですが、まあそういう状況なんですよ。だからそれを考えたら罹患の刑なのか何なのか、そのあきこさんの声、まああきこちゃんの声で聞かされてる、まあそこには多分善意だとは思うんですね。でそれに、その通りに動かなければもしならないんだったとするのであれば、そのまでアキコちゃんは言ってるわけではないですから、コンピューターが自動で言ってきてるわけですから、そしたらコンピューターが人間を完全に動かす社会になってしまってるっていうことなんですよ。良かれ悪かれですよ。だからそこのアドバイスを全てが全てこう受け入れた場合、じゃあ何もかもが正しかったかというと正しくはなかった。以前コンピューターの言われた通り動いてみたけども、そこには、いや、テレビ局へ行った時の話ですよ。関西テレビと TBS を完全に間違えていて、やっぱり頭の中通られてるうんぬんとかもあるのか、以前両方とも行ったことあるテレビ局でしたから、毎日放送TBS じゃなくて毎日放送、関西の方ですから、関西テレビと TV、毎日放送、毎日放送の方はとりあえず、役員室のところまでの案内のところまではたどり着いたんですが、事情を説明しまして、ただまあそこもその電波に言われて行ってみて、まあ最初は関西テレビに行く予定だったので、その電波に言われた通り動いていけば関西テレビに行けるのかだと思ってたんですけども、ちょっと道に迷いまして。で、たどり着いたところが毎日放送で、そこはもう完全に1階が黒い敷居とかで作られて、もうすごくダークな雰囲気。ダークな雰囲気。訂正します、雰囲気のことを僕、雰囲気ってこう言い間違えるときが結構あります。だからそこ行ったところで、じゃあ何が世の中変わるかっていうと、特に何も変わらないわけじゃないですか。コンピューターの喋ってる内容が全部が全部正解かっていうと、そうじゃないっていうことははっきりと分かっていて、ある一定、まあ一応まあコンピューターも人間の言った内容に合わせて喋ってるんだと思うんですが、まあ昨日もイオンモールで、館内で流れてるそのコンピューターの音声で、それに関して、僕はね、レジでお金支払う前に、まあ、火災の撮影のことを一瞬考えたんですかね、それに反応したのか何なのかちょっともうよく覚えてないんですけども、こちらがお支払いしますとかいうことを言ってるんですよね。他の従業員の人たちとかも聞いていて、で、まあその僕の商品をレジ、対応してた人は女性の人で、もう一人男性の人が、自動の、お客さんの方が、まあ、お金を支払うところをこう、まあ、レシートを回収していたのが、まあ、何かの作業をしていて、まあ、2人で喋っていて、そこで、まあまあ、女性の方は、以前僕は言ってた内容を、多分知ってる人だと思います。だから、まあ、出てきてる言葉は、どうせコンピューターの言ってることだから、で、まあ、済ましてくれてるんですね。で、男性の人、まあ、こっちの方では、こちらが支払うっていうことになってるけどって言ってくれてるんですけども、これね、人間の誰かが言った言葉だったとしても、その人間が覚えてなかったら意味がないわけじゃないですか、人間同士の話し合いで。コンピューターは記録として残ってても、そもそもイオンモールさんが支払うかって言ったら絶対そうじゃないわけじゃないですか。だから我々は支払いますに関しても、その我々って一体じゃあ誰だったのか。っていうことになってくるんですよ。だからまあそういうものもあってね、その今何が言いたいかって言ったら、そのあきこさんの声が聞こえてきた時に、僕からしたらですよ、いや今日は筋トレもしないし、まだもうちょっと、草刈りしておこうと、まあ時刻が、始めたのが20分ぐらいで、まあ、自宅戻ってきたのが、まあ、
20時10分に達するか達してないかぐらいなんですけども、まあちょき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 ハサミで切ったんですけども、うん、だからその男性3名、そのごちゃごちゃ言いに来る男性3名が来ることを分かっているから、まあ避難を呼びかけるような形で、あきこちゃんの声でもうそれぐらいでいいからっていうようなことの音声が聞こえてきてると思うんですよ。で、まあその時、読売ジャイアンツと横浜 DeNA の試合は2対2の同点で、でそのごちゃごちゃ言ってきてる連中等に対して、正直僕は表立って声で怒ってはいませんよ。けど正直心の中ではまあやっぱりちょっとイラついていて、でまああの横浜 DeNA さんが3対2で負けてしまったと。遊んでる遊んでないとかその辺の心に関しては、むしろ遊んでいた時の方が心のストレスはたまらないものであって、まあ遊ぶというよりも僕の場合は音楽聴いたりとかで、もともと人間関係があった人たちとのことを、まあ曲自体とかも好きだったりとかもしますけども、そのそういう人間関係っていうのをあの大事にしていたりだとか、自分のルーツだったりと、ルーツというか今までのその自分の歴史ですね、あのどういうふうに関わってきて、それに世界はどう答えてくれたか、まあ良かれ悪かれです。まあその漫画アニメに関してもゲームに関しても世界に広めようと、まあ私は阪神淡路大震災の後そういうふうな方向性で意見を言ってましたし、でまあ時には間違いがあって、まあ僕だけじゃなくて、もちろんまあ特別僕はコスプレを広めようとしたわけではないんですけども、自動でその辺はあのその業界の人たちはコスプレとかを流行らせて、まあたくさんゴミを増やしてしまったと。まあこういうふうなそれを仕事として扱うのはどうかなっていうのはやっぱりありますね。だからまあゲーム業界の人たちがせっかくもともとたくさんゲーム業界、ファミコンが流行った時に参入されてきた会社の人たちがたくさんあって、ずっとあの合併を繰り返してきて、今まあ大手5社ぐらいがもうメインで、残ってるぐらいで、あとは日本の国内のメーカーで言いますと、それが現実で、そこで頑張って出してきた純利益も、まあオリンピックのまあダンス関係のところで大量にお金を、まあスポンサーになって支払わなければならない形になってしまったとしかまあ言わざるを得ない。まあ最初は僕としてはそのブレイクダンスをイメージしてたんですよ。それだったらそんなに種目を増やしたいんだったらもうブレイクダンスぐらいでいいじゃないかと、まあいくつかの国から一人飛んで行って現地でブレイクダンスして、あとは帰ってきたらいいだけですから、そんなにエネルギーの消費はないかなとかも思ったんですね。まあ、根本で言うともうオリンピックをなくしゃいいの話になってくるんですけども、まあそれがこう話が広がった後どうなったかって言ったら、日本のゲームメーカーが、スポンサーになって、まあ、5人以上の、まあ、いわゆるユニットと呼ばれる複数の人たちで、ダンスを競い始めてと。そういう人たちがものすごい数増えていって、あっちこっちで大会を開き始めましたと。で、設備も運動もそうですけども、余計にエネルギーを消費する形になってしまったと。で、これ、もっと単純に考えると、じゃあ、大会開かないで、その人たちにそのまま現金ポンってあげた方がエネルギー効率良かったんですよ。こちらの方が絶対賢かったんですよ。まあ別に今僕が言ってるのは、ゲーム会社によってもちょっと余計なことをしすぎて、まあ実物大の大きさのガンダムを作ってみたりだとか、それを運搬したりだとか、まあそういうふうなところで経費かけすぎて、まあちょっと純利益が危なくなってきてる会社も、だんだん、まあ、部門分けで見てなんですけども、まあ、出てきてるのは出てきてます。だから、
まあ、話が広がりすぎて申し訳ないんですけども、まあ、8月9日、まだ2日前とかも直前に動画急に上げるかもしれませんけども、その着信設定の方、もうその時はできるだけその見るように気をつけていただきたいなと思います。寝過ごすもあり得るかもしれません。どう考えてもそうですよね。僕のホームページに記載するその試合の時間帯見ていただいたら分かる通りなんですけども、寝る時間どこにあるんですかと、そういう形になってきますので、まあ一応けど、先ほど、まあパソコンにいろいろ打ち込んだがゆえに、まあ眠気が来てるだけども、メジャーリーグの試合があるから眠れないっていう状況になっていて、だからまあ、まあ早く日本人選手全員帰ってきてほしいなと、まあメジャーリーガーの人たちも全員自分の母国に戻って、まあプロ野球選手として、仕事として行いたいんだったら、まあ、全員自分の母国に戻ればメジャーリーグのチームも西地区、中地区、東地区で6球団ずつに編成されると、これで特にもともとのアメリカ人の人たちが解雇されないんですよ。海外からたくさん来すぎなんですよね。ベネズエラ、プエルトリコ、キューバ、日本、ヨーロッパの国もそうですし、今いらっしゃるかどうか分かりませんけども、韓国の方とか台湾の方だとか、まあ、他にも多分、メキシコもそうですよね。だから、すごく良いアイディアっていうものがあっても、まあ実行に移せていただけていないというところは、結局まあ経済原理とかありますから、倒産とかありますから、なかなかみんなその世界から抜け出せない、だから先ほどのそのダンスの世界でのポンとお金をそのまま上げた方が一番効率が良かったっていう話になるんですよ。その最たる例が、オリンピックとかであって、でお金を出してあげなさいって言ってるわけじゃなくて、オリンピックをすることによってスタジアムとかをたくさん作ってしまったわけですから、オリンピックをなくさなければならない。で、他 もう商業原理に合わせてあとは倒産していってもらうと、まあ、企業合併を繰り返して、まあそれでエネルギーの消費量を減らせますと、ガソリン車の生産を停止してと。でしなきゃならないのは、それで建築業界の人の仕事がなくなるかって言ったら、日本全国の小中学校と、まあ、大学も含めてになってくると思うんですけども、かまど発電、もしくは、まあ、かまどストーブと言いましょうか。まあ、そういうふうなもの、まあ、まあ、暖炉、そこまで行くと暖炉って言った方がいいと思うんですけども、まあ、そういったものを日本中に設置するわけでありまして、それプラスメタンガス抽出場、生ゴミからの。その日本中に10万箇所ぐらい設置しなければならないのだって、あとさらに河川水門開閉式玉発電とかもありますから、もうせめて老朽化してすぐに解体できる建物に関しては解体してくださいよっていうところが、今の仕事としてすぐにそれ絶対できるはずですから、だから行政としてもかまど発電の設置等々、早く進めてもらわなければならないんですが、まあ音信不通状態がずっと続いていると、まあ、こういう状態です、まあ8月9日、まあ、また多分途中で動画、皇室の方たちへのメッセージへということで、あとまあグレイの皆さんとかも含めて、まあメッセージを送るような形になると思います。まあ、それに8月9日、僕は誰にも会えなかったら、もう僕もまた泣いてると思うんですよね。でそこで全ての勢いが止まってしまって、まあ途方に暮れる。
ということですね。だからまあ8月9日、誰かが来てくれるんじゃないかなとは思っています。以上です。まあ本当は、かこちゃんの誕生日のその29日に、動画の収録を終わらせたかったんですけども、どうしても今、話しなければならないことが増えたり、ちょっとまあ感情とかで、言葉が止まったりしてしまっているので、まあ、健康面の部分ですね。まあ、その辺のところで、8月9日の時間帯に本当に到着できるかなというところです。以上です。